野崎チャンネル。そこという感じで、今日、朝、日刊スポーツによるとですね、一面で、DeNA 筒香合意というね、ところが、今日の新聞で一面で載ってました。まあ、ということでね、まあ、いろんな情報ありましたけども、まあ、筒香選手、日本帰国というところで、DeNA ベイスターズ入り決断。まあ、これね、近日中に、合意。日刊スポーツによると、DeNA 入団に合意したことが15日分かったと。近日中にも正式発表されると、いうところでね、情報が、出てます。はい。間違いないでしょう。これでね、まあ、今までね、まあ、ネット上では広島とか、あと、ネットメディアとかでもね、ジャイアンツとかね、いうところの記事が出てましたけども、もう今はね、まあ、これ日刊スポーツの一面もそうですし、他社も含めてね、ネットニュース、いろんなところでも DeNA 合意かみたいなね、形で出てるんで、ね、これはもう間違いないでしょう。というところで、まあね、2020年から、メジャーに挑戦してっていうところで、まあ、筒香にとったらやっぱコロナ禍っていうのもね、ちょっと難しかったところはね、あったんじゃないのかなっていうね、ところは、ちょっとアンラッキーだったかなっていうね、ところもありますけども、メジャーに行ってから実質4年間、ね。で、メジャーで稼働したのが182試合出場、そしてホームラン18本、打率1割9分7厘っていうところでなかなかね、思い通りの結果が出ず、厳しかったかなっていうね。でもまあ本人もね、夢を描いていってチャレンジしたっていう姿勢はね、良かったと思うし、まあその中でもね、いろんな経験は、できたんじゃ、ないのかなと。で、メジャー行ってもね、ファースト、で、サードね、そして、レフト、ライトというところでね、まあいろんな複数ポジションを守りながら、自分のね、チャンスにかけたっていうところはありますけども、まあね、ここでなかなか帰国っていうね、ところで、まあ、今年が、筒香選手、33歳になる年っていうね、ところを考えたときに、まあもうね、なかなか厳しいね、メジャーでは現状に入ってきてるのかなっていう客観的に見てもね。まあこれはね、ボビーが、日本にいる時にも言ってたんだけども、メジャーでは日本人っていうのは外国人選手だと。そうなった時に、アメリカ人選手、特にアメリカ人選手の若手よりも圧倒的な成績を、残さなかったら、アメリカ人の若手、もしくはアメリカ人の選手と同じようなぐらいの、結果しか残せなかったら、母国アメリカでは日本人なんか使わないで、アメリカ人の若手使えと。アメリカ人使った方がいいじゃないかっていうね、ところの議題にファンの中にもなってくると。ね。それは日本でも同じだろうと。ね。日本に来る、アメリカ人、そして中南米の選手の外国人選手が、日本人の選手、もしくは日本人の若手の選手と同じような成績しか残せないんだったら、ね、それが高いレベルだったらまだいいけども、低いレベルで同じような形になってくると、将来性を買って若い日本人選手を使った方がいいんじゃないのかとか、日本人選手使えとか、ね、いう風な議論になってくるだろうとか、だからアメリカでも一緒だと。だから日本人がチャレンジするときに、アメリカで、ポジションを、勝ち取ろうとするとアメリカ人の選手よりも、1.5 倍ぐらいの最低でも活躍はしていかないとなかなかね、アメリカ人の選手優先されるっていうところはこれは仕方ない現状もあるんじゃないですかっていうところをね話してるところもあっていやまあ確かになっていうね、ところも、まあ、日本でもねそうだよね、外国人選手が来てあんまり成績残さないとそんなの使うぐらいだったら日本人の若手使え新人使えっていうね議論になりますよね、まあ、それと同じようなところっていうところでね、まあ、なかなか今年で33歳になる年齢も考えると、まあねなかなか難しかったんじゃないのかなと。まあその中で日本決断。まあまず年齢からするとね、そんなまあめちゃくちゃベテランっていうわけでもないからね、まだまだいけるんじゃないのかなと。まあレイズ、ドジャースね、パイレーツっていうところにね、行って、まあマイナー契約までして、チャレンジ、しましたけども、まあこの度ね、日本復帰というところで。まあね、この決断は良かったと思うしね、さっきも言ったように、まだまだね、今年33歳っていうところは、どんどんね、まだまだ活躍できる。そして、メジャーではね、なかなか、思う通りの結果は残せなかったかもしれませんけども、マイナーではね、しっかりとした成績を残したところもあったんでね、まあ体も元気だっていうところを考えると、
まだまだね、いけるし、帰国して、まあ、すぐパンっていくような、どこまでいけるのか今の状態によるんで、わかりませんけども、すぐ帰国したら、まあ、早かったらゴールデンウィークぐらいからね、いけるんじゃ、ないのかなっていう感じじゃないですかね。でもまあね、ベイスターズからするとね、これで筒香が入って、オースティンがね、怪我したんでね、これはかなり DeNA にとったら、ね、今ね、チーム状況としたら、まあ、いい時もあれば悪い時もあるっていう形で、でもそんな別に悪くないしね、渡辺もいい形で来たっていうね、感じでピッチャーも頑張ってる。ね、これはもうね、かなりの大きな補強、優勝に向けて補強になるんじゃないのかなと。だからまあ、オースティンがいなくなったんで、ポジション的には、まあ、ファーストなのかな、ね、サード宮崎、ね、ショート石上、セカンド牧、そしてファーストに筒香。で、レフトが佐野。センターが、まあ、桑原とか、関根。で、ライトが渡来。で、キャッチャーも山本。まあ、伊藤とかもね、出てますけど、松尾とかね。っていう感じになってきたらもう超攻撃的だね。あとは、もし、仮にね、オースティンが、帰ってきた場合、まあ、オースティンね、もともと、DeNA に、来た時は外ファースト。で、オースティンがね、ライト守ってたっていうね、今までの実績もあるんで、まあ、オースティンがもし元気に帰ってきたら、まあ、レフト佐野、センター渡来、ライトオースティン、ファースト筒香でもね、いいわけだし、まあ、筒香がね、外野っていうポジションを守ってもいいわけだから、まあ、そこら辺はね、流動的にやっていくことも、できるんじゃないのかなっていうね、感じで、まあ、これはかなりね、大きな、打順もつけるんじゃないのかなと。まあ、このね、日刊スポーツによると、予想オーダー、1番ライト渡来、2番レフト佐野、3番セカンド牧、4番ファースト筒香、5番サード宮崎、6番センター関根、7番キャッチャー山本、8番、ショート石上っていうね。で、超攻撃オーダーってなってたら、オースティンが帰ってきた場合、1番センター渡来、2番ライトオースティン、3番セカンド牧、4番ファースト筒香、5番サード宮崎、6番レフト佐野、7番キャッチャー山本、8番ショート、石上っていうね。ところで、いや、この打線の厚みはめちゃくちゃすごいで、まあ、しかもね、ベイスターズから、ポスティングでね、アメリカに挑戦したっていうね、経緯の中で、別にこれが悪いって言ってるわけじゃないけども、ポスティングでメジャー行って、で、メジャーから、まあ、力及ばず、ね、日本に帰国復帰っていうね、するときに、他の球団にね、移籍するっていう選手もいる中で、まあ、これはもう日本人の文化っていうか、まあ、日本人的な考え方だから、ね、別に全部が全部アメリカの考え方しなきゃいけない、欧米化しなきゃいけないっていうところもないし、まあ、この日本の文化、日本の価値観において、やっぱりこう行ったところに帰ってくるっていうね、こうベイスターズからメジャー行って、ベイスターズにまた帰ってくるっていうのは、ファンの心をギュッとね、握りしめるっていうね、掴むっていうところもあるし、あとはね、まあ、こういうね、決断っていうのは、日本人的にはかなり大好きな決断だと思いますし、お、やっぱりかっていうね。だからまあ、報道、ベースによるんですけども、まあ報道を見た中ではね、他の、球団も結構ね、手を挙げてたみたいで、いろいろこういう交渉の中で DeNA ベイスターズの、まあお金のことだけを言えば、DeNA よりも高い、年俸の球団はね、ちょこちょこあったみたいですけども、お金じゃないと。お金じゃないと。やっぱり DeNA で育ててもらって、ポスティングを DeNA に許してもらって、チャレンジして帰ってきても、帰国しても、日本に復帰しても、もう一回 DeNA ベイスターズのユニフォーム着るんだと、お金じゃないっていうね。ところがもう、筒香らしいっていうね。で、まあ、若い場だったかな、球場も作って、まだまだね、若い子供たちにね、筒香の勇姿を、筒香の活躍を、筒香の凄さをね、やっぱり見せてほしいっていうね。中で DeNA に復帰して、また横浜スタジアムがね、今までもどんどん盛り上がっていってる中、盛り上がっていくんじゃないですかね。若手のね、渡来。そして、アメリカから帰国の、ね、すごい、タイトルホルダーの宮崎佐野、牧。ね、ここら辺が融合して、で、ピッチャーもね、ジャクソンもいいしね、俺はケイもね、比較的、いいと、思いますけどね。で、上茶店もね、フル稼働で頑張ったり、リリーフもね、流動性持ってやったりしながら、アズマはね、昨年同様、いい形になってきてるし、ね、これパシッとね、投打噛み合ってしまう、しまればね、一気にね、98年以来の
優勝っていうところも目にね、前に近づいてくると思うんでね、これはかなりね、楽しい。で、また日本球界も盛り上がるしね、面白い状況になるんじゃないのかっていうね。まあ、期日中にね、発表されるっていう報道も出てるんで、まあ、成績発表はね、そこから出ると思いますけども、それによってね、またプロ野球も盛り上がっていきたいと、思いますし、いろんな情報をね、また出していきたいと思います。ということで、4月16日、朝から撮ってみました。速報という形で、ね、この、筒香選手、DeNA ベイスターズ入り多いっていうね、ところのニュースをお伝えしました。それでは今日も一日ハッピーに、あ、そうだ、今日佐々木、甲子園に行きます。日本放送で、甲子園から、阪神巨人戦、中継しますので、ぜひ日本放送聞いてください。それでは。